南区中野沢にあるスーパーです。軽乗用車が完全に店内に突っ込み、ガラスは割れ、ドアは歪んでしまっています。店の入り口にすっぽりと入った軽乗用車。店内で撮影された写真を見ると、売り場のすぐ近くまで車が迫っていたことがわかります。事故があったのは札幌市南区中野沢2丁目のスーパー、北連ショップ中野沢です。今日午後2時半過ぎ、80代の男性が運転する軽乗用車が店の正面入り口に突っ込みました。男性のほか客や店員に怪我はありませんでした。ここら辺多いからね、年配の方はね、人のことは言えないけど、ちょっと信じられない。警察は男性がバックで駐車しようとした際に後ろの植え込みに衝突、その後前へ出ようとしたもののパニックになり、アクセルを強く踏み込んだとみて調べています。